全部出し切るっていう気持ちでやってます。なんていうかね、このエルレガーデンっていうバンドはずっと冬合宿前にやりたいなって言って組んで、冬合宿の期間も冬合宿の次の週に深夜ライブっていうのがあって、それに出ようやって言って、それ言ったら快く引き受けてくれて、でみんなでずっと練習して今に至ります。なんかこのバンドはいつもなんか本番出るときは緊張するんですけど、なんやろう、緊張というか寂しさが勝つというか、だからこの演奏を本番だと思わずに最後の練習だと思っていきます。全力で組んで全力でぶつかってください。お願いします。
けど僕だっていつもピエロみたいに笑えるわけじゃないから、最近思うようになって、こう孝太郎とかとも話しててこの話題よく出るんですけど、こう自分が作った曲でもない曲を他人が歌うっていう、これってなんか歌っていいんかなとか、なんで歌ってるんやろうみたいな、こう軽音活動を重ねていく上でいろいろ思うことが増えていって、でもなんかこのエルレのメンバーの練習とか組んだらほんまになんかみんな楽しい楽しいっていうし、タクとタクホとかはめっちゃ本番緊張するくせになんか楽しみっすねみたいなめっちゃ言ってくれるし、そうですね、あと他の人の演奏を見てやっぱり楽しそうやから、そういうのって理由付けでするんじゃなくて、なんか
音楽好きやからこういうのやるんやろうなって思って、こう普段は他人の目とか気にしてどう思われてるんだろうとかいろいろ考えることはあるけど、ボーカルも自分が歌いたいんやったら歌っていいと思うし、なんかこの空間ぐらいはもう自分らしく演奏すればいいのかなって思います。ラスト全力で、その名の通り全力でいきます。お願いします。ただ一つのことが今お前を忘れてるんだ、数えきれないほど楽して、また拾い集め